よいしょ。普段はこんなんじゃないんですけど、今日はちょっと付け足してみました。ここはノエノのベッドになります。今回はサスケちゃん紹介していきたいと思います。豆島三兄弟紹介か。結構ね、みんなに言ってないうちにね、サスケちゃんのねやつが増えてたりするんですよ。ツイッター見てくれてる方は結構わかると思うんですけど、今日はサスケちゃん紹介していきます。いつもここに飾ってあるんですけど、はい、じゃあまずお人形さんから今日紹介していきます。サスケちゃん以外にもちょっと増えてるんですよ。イルくんはここにいなきゃいけない存在なんですよ。この子が神なんだよ、私の中。緑の犬くんでございます。犬派猫派ってくるんですけど、私犬派かな。犬かわいい。猫ちゃんもかわいいけど犬かわいい。あのね、この前道歩いてたら散歩してる人がいて、もうほんと豆柴の、もうほんとにサスケちゃんの動いてるバージョンみたいな子いて、もうやばかった、かわいかった、触らせてもらいました。で、私のバッグのサスケちゃんです。これはクレーンゲームじゃなくて原宿で買ったやつになります。で、こちらはクレーンゲームで100円取ったマシュマロのミニオン。これほんとね、確率機で絶対取れないでしょって言いながらこう取ったんですよ。そしたらビーン、そのままボーン落っこってきた。やばいってなりましたね、やっぱり。ほんとなんかスクイーズ感がすごい、めっちゃもちもち。はい、で続いてこちら結構取るの大変だったんですけど、ここら辺あれです、アミューズのキャラクターがいっぱいいます。あとあのアルパカとかね、ポテヨサロッピーと豆柴三兄弟が泣けたな、ここは。はい、こちらはポテヨサロッピーです。かわいい。これ結構かかった、1500円ぐらいかかりました。こうアームにガシガシって押していくやつなんですけど、かわいいですね。はい、続いてこちらは椅子の背もたれにしてます。だから今ちょっとこれはこっち側にも置いてあっただけなんですけど、じゃあ次、この子もね、あのクレーンゲーム200円だったんですけど、ポテトサロッピーちゃんになります。これ確率機で、説明のところになんか取り方みたいなのに、確率機だよ、取り方みたいなところに首のところこう持ち上げて取るみたいな感じのイラストだったんですよ。だけど中のやつ横になっちゃってたんで、あ、これ取れないのかなとか思って、店員さんに呼んで縦にしてくださいって言ったら、あ、いいですよって言って縦にしてもらって、でここでちゃんとガシッと止めて、ここでやったら取れちゃいました。可愛かった、本当にね、可愛いよ。200円で取ったこれ。ホテルサロッピーちゃん可愛い、アミューズさんがもう全部可愛い。はい、こちら3000円ぐらいしました。モーリーファンタジーとはじめくんがコラボしたやつです。はじめラウンドワンのぬいぐるみなんですけど、私のザコーと同じくらいあるもん、この子だって。ほらすごくない、超でかいんですけど1500円ぐらい、安くない、でかいのに安い、めっちゃこの子はすごいなと思った。かわいい、リラックマです。これリラックマちゃんも取りよかったんですけどね、1個で大丈夫だなと思ったんで、リラックマちゃん。あ、ここからは全部サスケちゃんでございます。サスケちゃんてか豆柴三兄弟です。まず第一、私がもう一目惚れした時に取ったサスケちゃんになります。これね、これも3500円がかかりましたね。はい、これは3500円ぐらいです。で、原宿の、あ、さっきのバッグあったじゃないですか、これは2500円ぐらいだったんですけど、このぬいぐるみと同じ値段なんです。これサスケちゃんバージョンあったんですけど、これ2500円だったんですよ。これはブックオフで100円で買いました。かわいい。これもね、ブックオフです。こちらもブックオフになります。ブックオフでこちらも100円、超かわいい。豆太郎になります。やっぱこんなんか立ってる感かわいいよね、ほんとかわいい。続いてこちらもブックオフで豆次郎ちゃん、お手かわいいね。この子も100円です。やばい、このかわいさは。これもブックオフ、これもブックオフです。はい、サスケちゃん、なんかちょっとね、これ形がおかしくなっちゃったんだけど、サスケちゃんと豆太郎ちゃん、え、豆太郎、嘘、豆太郎、この子豆三郎だよ、これ豆三郎でした。こっちが豆太郎、かわいいね。柴犬って本当に可愛いわね。で、こちらはクレーンゲームで撮ったなんか新しい子です。可愛い。これはお台場のサンボアームで撮った、いとこが来た時に一緒に撮ったんですけど、可愛いね。この絵欲しかったね、このクッションめっちゃ欲しかったんで、めっちゃ嬉しいです。顔の、しかもサスケちゃんだし、めっちゃ嬉しい。サスケちゃんです。これはね、そんなかかんなかった、1200円ぐらい。こんなでかいのに1200円で、安くない？安いよね。めっちゃいい、この子可愛い。ここからは全部100円ですね。私100円でゲットしたら結構取れますね、全部。ちょっと待ってくださいね。はい、これ100円で、100円で取った豆次郎ちゃん。こっちが豆三郎、豆太郎で、私サスケちゃんは毎回使ってるんで結構いない時が多いんですけど、サスケちゃんです。これめっちゃいいポーチ、結構これの中スマホ入れてね、スマホ入れてます。これは4つコンプしてます、100円で全部。
ありがたいね、これは。で、サスケちゃんです。続いて、ここにいつも置いてないんですけど、今回はアメシラ3キロ、私が持ってるやつ全部紹介します。なんないけど4つコンプしてます。全部豆三郎ちゃんがダブっちゃってるんですけど、サスケちゃん、サスケちゃんなんかこれ顔が細いんだよね。で、これは横浜にある遊園地のコスモパニックの非常口のねはい、ここでゲットしたやつ。でもさ、ちょっと違うかな、こう首にしたやつ違うな、赤いやつのはずなんだけどね。はい、あとはこちらの小物入れになります。やっぱさ、女子って多分さ、あれだよね、絶対さ、あの寝るところにぬいぐるみ1匹はいると思うんだけど、いや絶対いるでしょ。妹のところのぬいぐるみめっちゃいますよ、すごいよ。で、安定しないと次がもう座りした、えらい。あのさ、ポテトスロッピーちゃん会ったことあるの？本当に1回会ったことあるんですよ。なんかゲームしたらポテトス来てて、白い子、サスケちゃんの着ぐるみに会いたい。もう痛いほどサスケちゃんの格好してくわ。そしたらこんな感じで、私の今回はベッド紹介、サスケちゃんのぬいぐるみ紹介になります。ぜひ皆さんもね、サスケちゃん見つけたら撮ってあげてください。それではまた明日の裏マグロにしましょう。キャベバイ。